成田大使、舐めたら蹴っ飛ばす。ああ、玉もクロスや。ここは負けられない一番人気、4番タマモクロス。実力は完全に上位です。コナン行こか。あれはテレス。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。14番と1番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、先頭を行ったのは14番。1番並んでくる。早くも激しい競り合い。1馬身離れて成田ブライアン、差がなく岩早秀。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。1番快調に飛ばしていきます。花を奪っていたのは1番。2番手の位置で先頭を伺うのは14番、内から行く成田ブライアン。1馬身差。9番、少し後ろから岩早秀。さらに13番、そのうち並んで。3番、少し離れて。12番、そしてその後方にはタマモクロス。そしてその外から行ったのは17番、内から行く成田大臣。さらに内から2番、さらに5番、それを見るように7番、6番、並んできた。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。1番、まだリードをキープしています。続いて9番、さあここで目覚めるか。タマモクロス、このまま一気に差しに行くのか。先頭は相変わらず1番、続きました。9番、タマモクロス並びかけてきた。4番手に岩早秀、5番手に成田ブライアン。外を回って13番、それを見るように3番、そして外目をつきましては12番、その外並んで成田大臣。そしてそのうち14番、17番、並んでくる。間もなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の決戦は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。タマモクロス、これは強い。余力を残したまま余裕の走りだ。後ろをぐんぐん引き離して、これはセーフティーリード。100をキープ。先頭はタマモクロス、変わらない強い強い。タマモクロス、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞ。レジェンドレースを制しました。タマモクロス、見事な勝利だ。2着は成田ブライアン。見たか、これがなにわの極上や。面白い、もっと力を見せてみろ。